さて始まりました第2回日本の旅ということで、私平尾光徳が お送りさせていただきます。第1回はビートルで巡る日本の旅だったのですが、ちょっと故障がありまして、今入院となっております。第2回は、小豆島大部の小安観音寺というところに来ております。日本の旅というかね、寺院の旅というような感じでご紹介できたらいいんではないかと思います。たくさんのね、お墓、そして、ここは小豆島88箇所に、の81番札所ということで、まずは入ってみたいと思います。日本各地からね、巡礼の方がたくさん来られているようですね。おっと、本堂が見えてきましたね。風鈴の音が聞こえます。金月堂ですね。ここの80番でしたね、すいません。観音寺さんは全部で4山持っておられるということで、右門の不動、山の観音、小豆島大観音、小安観音寺という4つのお寺を、たくさんの信者さんがね巡られるわけです。ここが本堂ですね。そして大きい千代大師さんがここにはいらっしゃいますね。たくさん風鈴が並んでおります。風鈴、これは灯籠ですね。お盆に供養される灯籠ですね。何々家先祖代々。そしてここには13の塔と、小豆島のね、綺麗な山が見えます。小豆島は岩でできた島ということでね、昔大阪城の、石をね、小豆島からも持っていったという、はい。今はアジサイ祈祷法会と書いてますね。アジサイをたくさん、アジサイが植わってますけれども、アジサイを、祈祷する、アジサイの花びらがね落ちないということで、それをね持ってお金を貯めたりとか、そういうね縁が落ちないようにということだそうです。これは山の観音さんで今行われておるキュウリ火事という、キュウリは足が速い、腐りやすいということでね、穴を開けまして、そこに、その病気だとかねを書いた紙を入れて、その人の名前と入れてね、それを、土に埋めて、お火事をする、早く病気が治りますように、キュウリにね身代わりになってもらうということだそうですけども、こちらにはありがとうの宝刀というね玉垣を奉納された方の名前が載っておりました。観音明治力、ここは観音さん、観音寺というだけあって観音さんの本尊さんが祭りされております。ちょっとね中に入ってみたいと思います。こちら、小育学徳、良縁成就、入学、入試合格、子授け安産、昔からこの大部の小安観音寺はね、信仰されておったということでございます。両側には六観音ですね、お守りがたくさん並んでおります。というわけで、今日は大部の小安観音寺からお送りいたしました。